は2015年2月に現在の松山市の六軒町の方に新築移転をいたしました。その際に病院名も職員の公募により大空病院と改名いたしました。以前の中心市街地にあった病院からこちらに移転することで、中心市街地の都市型の病院から地域密着型への病院へと変更をいたしました。この松山の城北城西地域の地域に根ざしたですね、医療を行えればと考えております。この健康サポートセンターに関しましても、地域の皆様に健康を支えていくということの理念のもとに健康サポートセンターと改名をいたしました。新病院は開放的な病院を目指しておりまして、開口部を広く取り、自然光を室内を照らすようなサポートセンターの中もですね、プライバシーに配慮しつつ吹き抜けの空間で大きな窓のある明るいスペースとなっております。辛くない検査、痛くない検査というのを目標にしておりまして、安心して内視鏡を受けられる環境を整えております。早期がんの発見のために胃の検査としましては内視鏡検査をお勧めしております。胃透視から胃カメラへの変更を無料で行えるということが特徴です。また鎮静剤を使用して眠くっている間に胃カメラを受けられる、もしくは警備内視鏡で苦痛を和らげられるような、そういった工夫をしております。入選センターでは愛媛大学の先生方にご協力をいただきまして、女性技師によるマンモグラフィーの撮影、女性医師によるエコーや診察を行っております。女性の方々皆様の検診を受けやすい環境づくりを行っております。当院では年間に10例程度のがんの発見に結びついております。そういった方々で、無事に治療を終えて翌年からも継続して検診を受診に来ていただいている方もたくさんいらっしゃいます。中には会社の皆さんを誘っていただいて大勢の方で受診していただいたり、奥様も誘っていただいて奥様とご夫婦で受診していただくケースなど、様々なケースがありまして、予防医療の重要性を理解していただけること、あとそういった輪が広がっていくことを非常に楽しく感じております。予防は検診だけではなくてですね、地域の方々への啓発活動も必要と考えております。実際にこの地域の高齢者クラブでの講演会や定期的な市民公開講座、あとジャパンマンモサンデーや世界糖尿病デーの市民参加型のイベントなど、様々な啓発活動も当院では行っております。また出張講座などで、この地域のですね、皆様方に広く病気の重要性、予防医学の重要性を知っていただくような活動を進めております。乳腺外科もしくは内視鏡外科、こういったことを特徴にした検診を行っております。様々な方々にですね、きめ細やかなサービスが提供できるのが当院の特徴と考えております。ぜひ多くの方々にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。